しました。そうか、報告ご苦労だった。んなことより、マナミはどうした？マナミの野郎、1年のくせにミーティングすっぽかすた。いい度胸じゃねえか。みんな怒ってるんだろうな。合宿って、伊豆まで行くんですか？伊豆って、東京のずっと向こうですよね。まずいのか？車酔いかい？山道だからな。小野田、後から神崎さんが迎えに来る。それまで休んでおけ。はい、すいません、首相さん。水。制服着てるけど、どこの子？この辺りじゃ見ないね。はい、あの僕、そう、僕。自転車乗るの？君。刑事さんですか？刑事？面白いね、君。にゃ、坂は好き？俺、すっげえ坂好きっぽい。おっと、やべ、そろそろ行くわ。ありがとう。あの、僕も坂は好き。あー、今日から4日間もこいつと同じ部屋で寝なあかんのか。でっかいいびきかいて安眠妨害したら承知せえへんからな。早く着替えろ、下見の時間がなくなる。あと合宿中は練習がハードで睡魔との戦いだって先輩が言ってた。いっかっかっか、余裕のシャドウやな。坂を登り切ったら直線と下り区間およそ 1.5 キロ。合宿のメニューを発表する。4日間で1000キロ走破だ。今泉、鳴子、お前たちには特別メニューがある。来い。特別で、小野田には何もなしなの？いいの、近所。一見気づかないと思うが、小野田の自転車には上りを封じる仕掛けがしてある。1000キロは過酷だ。もしこの合宿をクリアできなかったら即刻戦力外だ。固定ギアの場合、上りが鬼門だ。本来ならシャドウの変化に合わせて細かくギアを変えて上る。やっと5周目。平坦はまだ大丈夫だ。無理しないでいいよ、マイペースマイペース。じゃあ、ガーッガー。ルーキー牧島さん。暗い顔だな。普通5周もすりゃ気づくんだよ。坂が登れなくなったのは、今泉や鳴子と同じお前の自転車にも仕掛けがしてある。近所がやろうとしてるのはクライム封じだ。突破するっきゃないっしょ。やりたいこと残ってんならつべこべ言わずに回すしかないっしょ。小野田の走りが変わったようだが、何か吹き込んだか？いや、別に。午後10時、合宿1日目終了。